皆さんこんにちは。レーシングドライバーの広川和樹です。今回の動画ではですね、ダートラリー 2.0 こちらを使ってね、ラリーにおいてペースノートがある時とない時、実際どのくらいタイムが違ってくるのかっていうのを検証していきたいと思います。まあね、過去の動画とかではそのね、ペースノートについてのね動画とかも上げさせていただいたんですけども、実際ね、どう違うのかっていうのはね、分かりづらいと思うんで、走っていってみたいと思います。まあね、設定でね、今完全にコドライバーの表示も音声も切ってるんですけども、まあもう全部目視でね走っていくということで、まあゲームなんでね、こう走ったことあるコースだと結構ね、なんとなく覚えちゃってたりするんで、なるべくね、走ったことがないコースをね、選んで走ってるんですけども、いやいやいや、やっぱりね、全部目視で判断して走んないといけないんで、どうしてもこうブラインドのところとかね、おーっと、おーってこう急なところはちょっとね、おっと、後手後手に回って操作しなきゃいけないんで、なかなかね、やっぱ厳しいですよね。やっぱ安全マージンをかなり残して走るような感じになりますね。でちなみに今回使ってるのが日産、まあこの頃ダットさんですか、 240Z ということでね、最近Z も新型が発表されたということで、まあ詳しいことはまだ分かんないですけどね、結構この 240Z とかのねイメージを残した新しいデザインなんで、なかなかね期待できるような車かと思います。楽しみですね。まあそんなわけで、こっちはね行き当たりばったりで走ってるんですけども、まあペースさえそんなに上げなければね、これでも走れるかなっていうところですけど、あ、見えない光の差で、よっと、そうですね、まあマージンを残して走るっていう意味では今のところ問題なさそうですね。まあ当然ね、何があってもいいようにマージンを残して走ってるんでね、とても競技においては勝負にならないとは思うんですけども、おっと、どっちだ、こっちか、おっ、ヘアピンっていうね、こういう風にねジャンクションとかヘアピンが来るとね、ちょっと分かりづらいですよね。事前にちょっとどうなのかっていうのは欲しいところ。まあでも実際ね、その速度域が低くて複雑なコースじゃない時なんかは、まあ、目視でもね走れないことはないんですけども、やっぱね速度域が上がれが上がるほどね、目視で見えてからの判断じゃ間に合わなかったりするんで、そういうところはやっぱりコドライバーのナビっていうのは絶対必要ですよね。またそのこういうね丘を越えるようなタイミングとかでも、その先がどうなってるのかっていうのが一切ね分かんないんで、どうしてもやっぱ踏み切ってはいけないですよね。まあでもこれはこれでうまくリズムに乗って、道の特性のね流れが乗れば、ね、過去ね道読み力なんていう話もね別の動画でしましたけど、まあそういうね経験を生かして、なんとなくねこの先こうだろうっていう予想を立てつつ走っていけば、まあそれなりには走れるかなっていう感じですね。またもうこういうとこね、こういう本当にクレストを速い速度で越えていかなきゃいけないエリアは全然いけない。よし、とりあえずこれでフィニッシュですね。4分4秒7ということでね、じゃあ実際これがどのくらいね変わってくるかっていうのをこれからね検証したいと思います。それでは今度はペースノートオンでいってみたいと思います。まあね、実際これでどのくらいね変わってくるかっていうのを
ご覧いただこうと思いますね。まずこのスタートからね、やっぱちゃんとカウントしてくれるって大事。やっぱ思い切って車を動かせますよ、先が分かると。3秒もうすでに早いですからね。速度引きが速くなると、ね、当然車の動きも暴れますけど、抑えるとこはしっかり抑えてね。抜けたギアが。Slow crest, two left long titans. Slow crest, 80. My right titans unseen, three right long opens 60. Three left titans two, 50. Left of a jump, six right. Into three left opens six long of a crest, slow 40 unseen hairpin right. Hairpin right, oh, as.まあね、ただね、このコドラのナビを聞こうとするとね、喋ってる暇がないんですよね。Into five left narrow and slow six right to a crest 30 turn two left tightens right 100 six left of a crest jump extra extra long past junction 80 crest into don't cut five right into six left 30turn don't cut four rightこういうところね、やっぱ処理が圧倒的に楽ですよ。Slow six left of a crest and jump long. Titans three. Into one right titans. 40. Open hairpin left. Into two right. Opens 100. Keep left of a jump. 100. Six left long. Titans of a crest. Into five right of a crest. わかるっていうのは素晴らしい。120 6 right of a crest into 5 left don't cut keep middle of a 2 crest and jump maybe into caution don't cut 2 right titans 3 left opens 100 of a crest a jump よし、これでフィニッシュ。さあ何秒差がついたのか。よっ、3分56秒ということでね、先ほどのタイムが4分4秒ってことなんで、すごいですね、8秒差がついたということでね。ということで皆様いかがだったでしょうか。今回ね、同じ車同じコースでね走ってみて比べてみましたけど、まあ大体ね6キロくらいの距離で約8秒とかね変わってきてしまいますんで、実際はねもっと20キロ30キロとかのねコースになりますんで、まあ、どれだけね、そうなってくると差がつくかっていうのはご想像いただけるかと思います。こういった形でね、こちらのチャンネルでは、シミュレーターを使ってね、車のレースもの、ラリーものやったりですとか、あとは、リアルのね、車の車載動画を使いながらのサーキットの紹介、ドラテクの紹介等もね、させていただいておりますんで、ぜひね、気に入った方はチャンネル登録していただいて、他の動画もご視聴いただければと思います。
それでは、今回はこちらの動画失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。